7年戦争は1754年から1763年まで行われた戦争である。ハプスブルク家がオーストリア継承戦争で失ったシュレージエンをプロイセンから脱回しようとしたことが直接の原因であったが、そこに1754年以来の英仏間の植民地競争が加わり世界規模の戦争となった。イギリスプロイセン側とその他の列強に分かれて、 オスマン帝国を除く当時の欧州列強が全て参戦しており戦闘はヨーロッパ以外にも拡大した。またインドではムガル帝国がフランスの指示を受けてイギリスによるベンガル地方の侵攻を阻止しようとした。この戦争の前にフランスとオーストリアは対等してきたイギリスとプロイゼンを抑えるために古くからの因縁を捨てて同盟を組んだ。しかし戦争の結果 オ物の外交努力は、花房広島が勝利したことで水泡と化し、イギリスの飛躍とフランスのヨーロッパにおける優位性の喪失、オーストリアの神聖ローマ帝国内での権威低下を招き、ヨーロッパの勢力均衡を変える結果となった。イギリス・フランス間の紛争は1754年から1756年に、イギリスがフランスの北、アメリカにおける植民地を攻撃して、 フランス商船を数百席が干したことでは始まった。一方、勢力が増大しているプロイセンは、オーストリアとドイツ内外における主導権をめぐって争っていた。1756年、外交革命が行われた。戦争が差し迫ったことでプロイセンは予防戦争として、ザクセンに侵攻、蹂躙した。この行動に全ヨーロッパが騒然とした。オーストリアがフランスと同盟してオーストリア、 継承戦争で失った主霊エンを奪回しようとしたため、プロイセンはイギリスと花房広司同盟を締結した。帝国諸公の多くは嫌々ながらも帝国議会の議決に従ってオーストリア側で参戦した。ただし、花房広司同盟側にもいくつかの帝国諸公が参加している。スウェーデンは依然プロイセンに奪われたポンメルンの奪回を狙って反プロイセン側で参戦した。 スペインは第三次家族協約に従いフランス側で参戦したが、両国が1762年に起こしたポルトガル侵攻は大敗に終わった。ロシア帝国は初はめプロイセンのポーランドへの野心を恐れてオーストリア側で参戦したが、1762年にピョートル三世がツァーリに即位するとプロイセンに味方した。以前の戦争と違い、ヨーロッパの中小国の多くは、 一方の参戦国との紛争を抱えていたが、七年戦争に巻き込まれることは避けようとした。フレデリク五世一下のデンマークノルウェーが、その一例で、ピョートル三世が即位した時は危うくフランス側で参戦仕掛けたが、両国間の戦争が勃発する前に、ピョートル三世が排位された。長らくイギリスの同盟国であったオランダは、イギリスとプロイゼンとヨーロッパ列強の間の戦いに、 巻き込まれることを恐れて中立を堅持し、一時はイギリスがインドを支配下に置くことを防ごうとした。ナポリオ王国、シチリア王国、サルデーニャ王国は、心情的にはブルボン家を支持したが、イギリスを恐れて同盟加入を拒否した。ロシアでは戦争による増税があった上、1759年にエリザベータ女帝が東急度の増築のために円税とアルコール税を 徴収したことは民を苦しめた。スウェーデンと同じく、ロシアは、プロイセンと単独講和した。戦争は1763年、フランス・スペイン・イギリス間のパリ条約と、ザクセン・オーストリア・プロイセン間のフベルトゥスブルク条約で終結した。イギリスは北アメリカのヌーベル・フランスの大半、スペイン・両フロリダ、西インド諸島のいくつかの島、西アフリカ海岸のセネガル植民地、 インドにおけるフランス交易地に対する優越を獲得した。アメリカ先住民は条約に参加できず、それを不満として、ポンティアック戦争を起こしたが、7年戦争前の状態に戻すことには失敗した。ヨーロッパにおいてはプロイセンは苦戦を強いられ続けたが、運も味方して、フリードリヒ大王はシュレージエンの領有を確実なものとした。プロイセンはこれで、 欧州列強の一角を占めるようになる。オーストリアは本来の目的であった主ジ支ンの回復を達成できなかったが、その軍事力を各国に示すことができた。ポルトガル、スペイン、スウェーデンは参戦したものの得るものはなく、大国の地位を取り戻すことはできなかった。フランスは多くの植民地を失った上、巨額の債務を抱え込む結果となり、もともと脆弱だった財政を、 さらに悪化させた。スペインはフロリダを失ったが、フランス領ルイジアナを獲得、それ以外の植民地であるキューバやフィリピンは一時、イギリスに占領された者の,の和役により返還された。フランスとスペインは1778年にアメリカ独立戦争に参戦することで、イギリスに報復し、その覇権を一挙に潰そうとした。七年戦争はおそらく真の意味で、初めての世界大戦であり、 第一次世界大戦から160年前に起きた。この戦争は世界中に影響を及ぼした。戦争はヨーロッパにおける政治再編を引き起こしただけでなく、19世紀のパクス・ブリタニカ、プロイセンのドイツにおける地位の上昇、アメリカ合衆国の独立とフランス革命の原因となった。この戦争は参戦諸国の主観で、それぞれの戦場に応じて名付けられた。アメリカでは、 フレンチ・インディアン戦争、フランス系カナダ人は、征服戦争、他には、ポメラニア戦争、第三次カーナティック戦争、第三次シュレージエン戦争などの故障もある。この戦争は、初めての世界大戦と評されたが、それ以前の80年戦争、30年戦争、スペイン継承戦争、オーストリア継承戦争やそれ以降のナポレオン戦争でも、 同じような批評がなされることがある。また、18世紀のほぼ全時期を通して、世界中で敵対したフランスとイギリスの間の、戦争は100年戦争になぞらえて、第二次100年戦争とも呼ばれる。詳細は、外交革命を参照7年戦争の3、戦国イギリス、プロイセン、ポルトガルと、その同盟国フランス、スペイン、オーストリア、ロシア、スウェーデンと、 その同盟国1740年から1748年までのオーストリア継承戦争において、プロイセン王のフリードリヒダイ王はオーストリアから不妙なー,ージエン地方を奪取したが、オーストリアの女帝マリアテレジアは1748年に軍の再建と同盟を組むための時間稼ぎとしてアーヘンの和役に署名した。オーストリア継承戦争において各国は、 伝統的な敵対関係に基づいて同盟を組んだ。フランスの宿敵イギリスとオーストリアは、ルイ14世時代と同じく手を組み、フランスはドイツにおける反ハ,ハプスブルクであるプロイセンとバイエルンを支持した。しかし、どちらの同盟でも同盟間の不満を残した。イギリスはオーストリアに資金援助したものの、オーストリアがイギリスの利益にならず、オーストリアにとってもイギリスの援助は シュレージエン奪回に結びつかなかった。プロイセンはいざシュレージエンを確保すると、フランスを帰り見ずにオーストリアとの単独講話に走った。それでも、フランスは1747年にプロイセンと防衛同盟を締結し、英王同盟はイギリス首相ヘンリー・ペラムの兄で、北部担当国務大臣でもあった入滑する公爵が必要と判断したこともあって継続した。しかし、 数年後に両同盟は倒れ外交革命と呼ばれる事態が起こった。1756年、オーストリアはプロイセントの戦争を見越して軍を整備した。それ以前の1746年6月2日、オーストリアとロシアは防衛同盟を締結して共同で両国とポーランド・リトアニア共和国の領土をプロイセントをスまん、帝国の侵攻から守るとしていた。また、 秘密条項では、プロイセンと戦争になった場合、ロシアはオーストリアに、ブレスラウ条約で割上した地域の回復を支援するとした。同盟の真の目的は、フリードリヒ二世を徹底的に潰してその領土を、ブランデンブルク選定公領に限定し、東プロイセンを、ポーランド領とすることにあった。エリザベータ女帝の治世において、ロシアの大宰相を務めたアレクセイベス・トゥジェフ・流。 白爵はフランスとプロイセンに敵意を持っていたが、プロイセンの背後にフランスの支持があったため、オーストリア最小カウニッツの説得に失敗、公主同盟とはならなかった。1748年、アーヘンの和訳締結後のヨーロッパハノーファーアーサのイギリス王ジョージ2世は、祖国ハノーファーの維持に熱心であったが、この意向はイギリスの植民地政策と衝突していた。 フランスとの植民地戦争を再開する場合、まず、ハノーファーをフランスプロイセン連合軍による攻撃から守らなければならなかった。フランスも植民地の拡張に興味を持ち、対イギリス戦争においてハノーファーの脆弱さを利用するつもりでいたが、プロイセンのために中央ヨーロッパへ派兵する要因はなかった。フランスの政策は、ルイ15世の秘密外交機関スクレドロワの 存在により複雑になっていた。ルイ15世は外務大臣に知らせずにヨーロッパ中に諜報員のネットワークを張り巡らせて自分の政治目的を果たそうとし、時にはフランスが公的に宣言していた政策と矛盾していた。スクレ・ドロワの政策の一例として、ルイ15世の親族、コンティコー、ルイ・フランスは一世をポーランド王に就かせる試みやポーランド、スウェーデン、 オスマン帝国をフランスの従属国にする試みがあった。フリードリヒ2世はザクセンや西プロイセンに野心を持っていたが侵略戦争を起こした場合、フランスの支持を得ることは期待薄であった。しかし、ハノーファー併合を視野に入れてフランスに味方すると今度はオーストリアとロシアの攻撃にさらされる可能性がある。ザクセン選定校フリードリヒアウグスト2世は ポーランド王も兼ねていたが、ザクセンとポーランドの間には、ブランデンブルクとシュレイジエンがあった。両国とも大国に成長する、可能性は低く、ザクセン軍は2万3千人しかいないためプロイセンとボヘミアの間の干渉国になり下がっていた。ポーランドはリトアニアと連合していたが、国内で、新仏派と新路派が分裂していた。このため、プロイセンではオーストリアからボヘミアを強奪して、 ザクセンと交換する作戦もあった。イギリスはオーストリアをひとまず満足させるために、皇帝選挙におけるハノーファー選定校の票をマリア・テレジアの息子ヨーゼフ大公に投じることを承諾したが、フランスとプロイセンはこの決定に失望した。さらに、イギリスはオーストリア・ロシアの同盟に参加したが、事態は複雑であった。イギリスが同盟に参加する目的は、 ハノーファーをフランスから守ることであったが、同時にカウニッツがフランスと対ハノーファー同盟を築こうとした。しかし、フランスはロシアがオーストリア継承戦争においてオーストリア側についたため、ロシアを嫌っており、またプロイセンを解体すると中央ヨーロッパが不安定になる恐れもあった。カウニッツは数年間フランスオーストリア同盟を推進していた。彼は、 ハノーハーの政治に介入することを極力避け、オーストリアによるシュレ主ンダッカイをフランスが支援する代わりに、オーストリア領ネーデルラントを割上することすら、意図はなかった。イギリスはこの決定に起こり、また、オランダが中立を堅持したこともあって、ロシアに接近した。1755年9月30日、イギリスは財政援助をする代わりに、ロシア軍5万を、 リボニアとリトアニアの境界に駐留させた。イギリスの狙いは、このロシア軍が有事の時に、ハノーファーを防衛できる点だったが、ベスト・ジェフは、この準備が、対プロイセンのためであると勘違いし、援助金もあって安々と承諾した。また、ジョージ2世は秘密裏に、プロイセンをフリードリヒ2世に同盟を提案し、オーストリアとロシアの進攻を恐れた、フリードリヒ2世は、 イギリスと和解して1756年1月15日にウェストミンスター条約を締結し、お互いの援助を訳した。両国は条約によりヨーロッパの和平と安定を維持しようとした。条約の内容は各国を刺激しないよう慎重に書き上げられたが、ヨーロッパ諸国はやはり激行した。ロシアのエリザベータ女帝はイギリスの二元外交に激怒した。フランスは 唯一の同盟国プロイセンが突如裏切ったことに怒りと恐怖を感じた。オーストリア、特にカウニッツはこの状況を利用してフランスに同盟を迫り、フランスは孤立を恐れて同意し、1756年5月1日にベルサイユ条約を締結した。条約では両国が攻撃される場合お互いに軍勢2万4000を提供することが定められた。 ウェストミンスター条約もベルサイユ条約も防衛同盟であったが、両同盟の行動により戦争が不可避になり、この外交革命は結果的に戦争のきっかけとなった。1750年当時の北アメリカの各国の勢力図、ピンクと紫がイギリス領、青がフランス領、オレンジがスペイン領である、七年戦争の一部である、フレンチ・インディアン戦争の後、 勢力図の全体が塗り替えられた。1750年代、北、アメリカにおけるイギリスとフランス植民地の境界は大半が未定であった。フランスは以前からミシシッピ川流域の領有を主張していたが、イギリスが反発していた。1750年代はじめにフランスはオハイオ川の流域で一連の要塞を築いて実効支配しようとし、また先住民から イギリスの影響を排除しようとした。それに対し、東海岸のイギリス人入植者は、フランス軍がイギリス植民地の西の境界に接近することと、フランスが同盟している先住民を先導して、イギリス人を攻撃することを危惧した。さらに、農地を求めてやってくる入植者が増える一方だった。ため、イギリスの入植者たちは、オハヨ川の流域を肥沃な農地として確保しようと、 した。フランスが計画した要塞のうち、最重要なのが、アレゲニーガーとモノンガヒラが合流してオハイオ川となる合流点に位置するものであった。イギリスは平和裏にこの要塞の建築を止めようとしたが、失敗し、フランスはそのまま砦を築いて、それをデュケーヌ取と名付けた。バージニア植民地は、ジョージ・ワシントン率いる民兵隊を派遣して、それを攻撃しようとし、 1754年5月28日のジュモンビ・ルュグレンの戦いで少数のフランス中流軍を攻撃して指揮官ジュモンビ・ユを含む10人を殺害した。フランスは報復として1754年7月3日のネセシティトリデの戦いでワシントン軍を攻撃して降伏させた。この2つの戦闘で7年戦争の火蓋が切られた。戦闘の知らせがヨーロッパに届くと イギリスとフランスは交渉で解決しようとしたが不調に終わり、両国は正規軍を派遣して自らの主張を通そうとした。イギリスはまず1755年6月16日のボ防災ジュール砦の戦いでアカディアを強襲し、その直後にアカディア人追放が行われた。七月、イギリスのエドワード・ブラドック少将は兵士二千と現地の民兵隊を率いてる 遠征したが、大敗に終わった。さらに、エドワード・ボス公園海軍大将は1755年6月8日の海戦で、フランス戦アルシドに砲撃して、アルシド・トリスの2隻を打破した。また9月には、両軍がジョージコの戦いを戦ったが勝敗は決しなかった。1755年8月以降、イギリスはフランスの海運を妨害しており、 名目上は戦線していなかったにもかかわらず、フランス商船数百隻を打破して、商船の海援数千を捕虜にした。激怒したフランスがイギリスと同訓連合であったハノーファー選定綱領を攻撃しようとしたため、イギリスはプロイセンと条約を結び、プロイセンはハノーファーの守備に同意した。フランスはこの条約に反応して、長らく敵同士であったオーストリアと和解して、同盟を締結した。 この同盟の組み替えが、いわゆる外交革命である。18世紀の大半を通して、フランスの戦略は同じものであった。植民地での戦闘は、負け戦とみなし、現地の住人に守らせるか最低限の増援や、未熟な兵士しか送らずにいた。これは、フランスの地理上の問題と、イギリス海軍の優位があったため、フランス海軍が植民地に大量の補給と増援を送ることが、 難しい状態であり、ある程度は仕方ないことであった。また、長大な国境線を持つフランスにとって本土における強力な陸軍は欠かせないものであった。これらの原因により、フランス政府はヨーロッパにおける陸軍をその戦略の中心とした。フランスは陸軍の大半を大陸に留まらせ、本土近くで勝利を得ようとした。フランスの計画は終戦まで戦い、続いて、 講和交渉でヨーロッパの占領地を失った海外の植民地で交換するというものであった。しかし7年戦争では植民地が失われヨーロッパの陸戦も割と成功を収めたものの終戦時の占領地は喪失した植民地と交換するには足らずこの手法は有効ではなかった。プロイセンのライブガルで大七百五十七年コリンにてイギリスは 合理的かつ現実的な理由で大陸ヨーロッパへの大規模な派兵を避けようとした。イギリスはヨーロッパにおける不利を、いわゆる敵の敵である大陸の国との同盟でを補おうとした。15、16、大陸の同盟国軍に資金援助をすることで、ロンドンの経済力を軍事的優位に変換することができた。1756年の外交革命において、 イギリスがオーストリアとの長年の同盟を破棄して、プロイセンに乗り換えた。これにより7年戦争では、イギリスは当時最強の将軍であったプロイセンのフリードリヒ大王を巨額の援助金と引き換えにフランスと戦わせることができた。106。イギリスはフランスと対比して戦争遂行の重点を植民地に置き、その海軍力を遺憾なく発揮した。64、66。 イギリスは敵国の港への砲撃と海上封鎖及び海路で兵員を輸送する戦略を遂行し敵国の海運を妨害しつつその植民地を攻撃時には近くのイギリス植民地の入植者の力も借りたロシアとオーストリアは隣の新しい脅威であるプロイセンの弱体化を図り1756年にフランスとの防衛同盟を締結フランスの援助の下、 オーストリアとロシアがプロイセンに攻撃することに同意した。1756年に入閣したダイピットは戦闘に対し遠大なビジョンを持ち、フランスとの戦争をこれまでとは全く違うものに変えた。ダイピットは実質的な首相としてフランス全体、特に北アメリカとインドを奪取する政策を推進した。イギリスの強みは海軍にあり、政海権を握って新興軍を好きなだけ。 植民地へ派遣することが可能だった。13植民地の民兵隊をイギリス正規軍の指揮下で活用してヌーベルフランスを侵攻させた。フランス陸軍を釘付けにするためヨーロッパの同盟国に射止めをつけずに援助金を送った。ダイピットは1756年から1761年まで実質的にイギリス政府の長であり、彼が辞任した後もその政策は継続され、 大成功を収めた。大ピットは、横領植民地の価値、そして、フランスの弱さを正しく認識していた。イギリス首相に迂回する公爵は、外交革命によって、ヨーロッパでの戦争を防げると楽観視していた。しかし、フランスは、トゥーロンに大軍を集結し、地中海のミノルカ島攻撃で、対イギリス作戦を始めた。イギリスによる救援の試みは、 ミノルカ島の海戦で失敗に終わり、ミノルカ島は6月28日に占領された。これにより、イギリスのジョンビング提督が、軍法会議の後処刑された。イギリスは5月17日に正式に、フランスに宣戦線復刻したが、これは、オハイオ領土で戦闘が始まってからほぼ2年後のことで、あった。ロボージッツの戦い、青は、オーストリア軍、赤は、プロイセン軍。 プロイセンをフリードリヒ2世は来た。アメリカでの戦闘を知り、花房広市同盟を結んだ。1756年8月29日、彼はプロイセン軍を率いて、オーストリア方のザクセンに侵入した。これはオーストリアによるシュレージエン侵攻に対する予防戦争としての先制攻撃であったが、その目的は3つあった。まず、ザクセンを奪取して、プロイセンに対する脅威を無にして、 その軍と資金をプロイセンの戦争遂行に転用すること。次に、ボヘミアに進軍して投影することで、オーストリアに負担を強いること。そして最後に、シュレイエンからモラビアに進行して、オルミュッツ要塞を奪取。ウィーンに進軍して、戦争を終わらせることであった。この三つの目的を達成すべく、フリードリヒ二世は、シュベリーン伯爵権元帥率いる2万5000の兵士を、 シュレイエンにとどまらせて、モラビアやハンガリーからの侵入を防ぎ、ハンスフォンレーバルト原水を東プロイセンに駐留させて、ロシアが東から侵攻することを防ぐと、自らも軍を率いてザクセンに進軍した。プロイセン軍は三列渋滞で進軍した。右翼はボルフェンビュッテル公子フェルディナント率いる、兵士約1万5000。左翼は ブラウンシュバイク・ボルフェン・ビュッテル・ベーベルン校、アウグスト・ウィルヘルム率いる兵士18000で、真ん中はフリードリヒ2世とヤーコップ・ホンカイト・ゲンスン率いる兵士3万であった。フェルディナントはケムニッツを包囲する予定で、ベーベルンはラウジッツを通ってバウチェンに迫り、一方フリードリヒ2世とカイトはドレスデンへ向かった。ザクセン軍とオーストリア軍は不意をつかれ、 しかも分散していたため、フリードリヒ2世は、ほぼ無抵抗で、ザクセンのシュットドレスデンを占領した。1756年10月1日のロボジッツの戦いで、マクシミリアン・ウリセス・ブローネ率いるオーストリア軍が、孤立したザクセン軍と合流することを防いだ。そして、ザクセンは、プロイセン軍に占領された。ピルナ包囲戦の後、ザクセン軍は1756年10月に、 降伏して、プロイセン軍に強制編入された。中立国のザクセンを攻撃したことで全ヨーロッパに怒りの声が上がり、反プロイセン同盟の結束が強められた。オーストリア軍が成功したことは、主ジエンの一部を占領したことだけだった。フリードリヒ2世は、初戦で勝利したものの、いずれの戦闘も、決定的とはならず、少税なプロイセン軍にとってその犠牲は大きかった。また、 予想以上に苦戦したこともあって、フリードリヒ二世は以前の戦争で戦ったオーストリア軍と違うと評した。イギリスはプロイセンの突然な侵攻に驚いたが、すぐに補給を輸送し、67万ポンドの援助金を送った。イギリスはドイツの同盟国と監視軍を編成して、ハノーファーをフランス侵攻から防ごうとし、カンバーランド港、ウィリアム・オーガスタスがその指揮に当たった。 イギリスは、ネーデルラント連邦共和国を同盟に加入させようと、したが失敗し、ネーデルラントは中立を堅持した。軍勢に圧倒的な差があったものの、大陸では、プロイセン軍がおおむね成功を収め、一方北、た、アメリカではイギリスにとって悲惨な結果であった。コリンの戦い、ポメラニア戦争も、参照1757年4月18日、フリードリヒ2世は再び主導権を握り、 ボヘミアに侵攻して、オーストリア軍に決定的な敗北を強いようとした。5月6日のプラハの戦いでは両軍とも1万以上の損害を出したが、プロイセンの勝利に終わり、オーストリア軍はプラハの城塞に押し込まれた。プロイセン軍は続いてプラハを包囲した。その対象にオーストリア軍の指揮官ダウンが軍勢3万を編成してプラハ救援に駆けつけた。 フリードリヒ2世は、プラハを包囲していたプロイセン軍のうち5000人を引き抜いて、ボヘミアのコリンにいる、ブラウンシュバイクベイベルンを焼け引き入る19000人と合流させた。ダウンは、到着が遅れてしまって、プラハの戦いに参加できなかったが、敗走してきたオーストリア軍16000人と合流して、緩慢ながら、プラハ救援に進軍した。プロイセン軍は、 プラハの包囲とダウンの対象を同時にするのには弱体すぎたため、フリードリヒ2世は戦闘を準備していたオーストリア軍と戦わなければならなかった。その結果として起こったコリンの戦いは、フリードリヒ2世の初めての大敗で、彼はプラハの包囲を解くこととボーヘミアからの撤退を余儀なくされた。ロスバッハの戦い、その少し後、 ステパン・ヒョードロビチ・アプラクシン・元帥率いるロシア軍7万5000はメーメルを包囲した。メーメルはプロイセンの城塞の中でも強固であったが、ロシア軍は5日間の砲撃でそれを占領した。ロシア軍はメーメルを基地として東プロイセンに侵攻。8月30日のグロースイエゲルスドルフの戦いで激戦の後少数のプロイセン軍を撃破した。アメリカの歴史家、 ダニエル・マーストンは、グロース・イエーゲルスドルフの戦いは、プロイセン軍に、ロシア軍の戦闘力に対する、新しい尊敬を持たせ、それが、後のソルンドルフの戦いとクネルスドルフの戦いで、強められたと述べた。しかし、ロシア軍は、メーメルとグロース・イエーゲルスドルフの戦闘で砲弾を、使い果たしてしまい、ケイニヒスベルクを占領できずに撤退し、その後アプラクシンは解任された。 平坦の問題は戦争を通してロシア軍の悩みであり続けた。ロシアが中央ヨーロッパで戦うには東ヨーロッパの未整備でぬかるんだ道を通って補給する必要があったがロシア軍にはそれができる受品係が,がなかった。そのためロシア軍は大規模な海戦の後勝敗と損失に関わらず撤退することが多い。戦闘で 軍製品をほぼ使い果たしたロシア軍の将軍たちは、補給に時間がかかることが分かっていたため、補給を待たずに、再度の海戦に挑みたくなかったのだった。この弱点は1735年から1739年までの、オーストリア・ロシア・トルコ戦争において、初戦で勝利したにもかかわらず補給の問題で、最終的には領土をわずかに売ることしかできなかった、ことで明らかになっていた。 ロシア軍の受診係はその後も改善しなかったので、プロイセンとの戦闘で同じ問題が起こった。いずれにしても、ロシア軍はプロイセンにとって脅威であり、フリードリヒ2世は、ボヘミア侵攻の中止を迫られただけでなく、プロイセン領まで撤退することを余儀なくされた。彼の敗北は3000をさらに増やした。スウェーデンはプロイセンに宣戦線して、軍勢1万7000でポンメルンに侵攻した。当時、 プロイセンがすでにザクセン、シュレジエン、東プロイセンと多くの戦場で戦っていたので、スウェーデンは1万7000人だけでも、ポンメルンを占領できると踏んだのであった。ロイテンの戦い、カール・レフィリング作、フリードリヒ2世都市官たち、ロイテンにて、今やプロイセンの前途は、暗澹たるものに見えた。オーストリアは動員して、プロイセン進行を準備しており、西からは、 スービーズ港を率いるフランス軍と新生ローマ帝国軍の連合軍が迫ってきていた。新生ローマ帝国軍は皇帝フランツ一世の要請を受けたドイツの小国による連合軍であった。しかし、1757年11月から12月までの間、ドイツにおける情勢が逆転した。まず、スービーズ港が11月5日のロスバッハの戦いで、 フリードリヒ2世に大敗し、続いてオーストリア軍が数で大きく上回るにもかかわらず12月5日のロイデンの戦いでフリードリヒ2世を前に改装してしまった。戦争を通してフランスプロイセン艦で戦われた大規模な海戦はロスバッハの戦いの一回だけだった。ロスバッハの戦いではプロイセン軍が548人を失ったのに対し、 スービーズ公を率いるフランスドイツ連合軍は約1万人を失った。フリードリヒ2世はロイテンの戦いを自らの最も大きな勝利であると称したが、当時オーストリア軍は一戦級とみなされたため多くの人がこの見解に共感した。ロスバッハとロイテンの勝利で、フリードリヒ2世は再び自分をヨーロッパ一の将軍に、プロイセン軍をヨーロッパで、 最も連達した兵士に仕立て上げた。しかし、彼は、ロイテンで、オーストリア軍を撃滅することには失敗し、オーストリア軍はボヘミアまで逃走して再編することが、できた。また、フリードリヒ2世はこの2つの対象で、マリア・テレジアに、和平交渉を迫ることができると考えたが、彼女は、手礼支援を脱回するまで交渉しないと腹を決めた。また、彼女は、 ロイデンの戦いの後、軍の指揮を改善するために無能な議定カール公使を更迭して、今や元帥に昇進したダウンを指揮官に任命した。しかも、カンバーランド公率いるハノーファー本軍が、ハステンベックの戦いで敗北して、フランスによるハノーファー侵攻を許し、クローステルツイベン協定で全軍が降伏したことが、この問題をさらに厳しいものにした。この協定は、 ハノーファーを戦争から脱落させ、西からプロイセンに侵攻することを可能にしたため、大きな脅威となった。他国から何らだ軍事援助を受けられなかった。フリードリヒ2世はすぐさま、イギリスに大規模な援助を要請した。キブロン1の海戦年内に、ロシアが進軍してくる、可能性がないと踏んだ。フリードリヒ2世は、東プロイセンのレーバルト将軍率いる軍勢を、ポンベルンに移動させた。 レーバルトはそこで、スウェーデン軍を押し返して、スウェーデン領ポンベルンの大半を占領、ストラルスンドを封鎖した。イギリス王ジョージ2世は、ロスバッハの戦いの後、内閣の意見を入れて、クローステル・セイベン協定を取り消し、再び参戦した。新しく任命されたハノー・オファー軍の指揮官、ボルフェンビュッテル公使フェルディナントは冬に軍を再集結させると、 フランス軍を襲ってライン側の向こうまで追い払い、その後終戦までプロイセンの西側の安全を保った。北、アメリカではイギリスが、ウィリアム・ヘンリー・トリデの戦いなどのさらなる敗北に苦しんだ。しかし、イギリス本国は安定を取り戻しつつあった。1756年以降、入スする公爵と大ピットを主犯とする内閣が相次いで倒れ、二人は、 連立政権を組んで戦争への取り組みを一新した。入荷する校が大陸、特にドイツでの守備を重要視した。一方、ダイピットは海軍力を駆使して世界中のフランス植民地を奪取に熱心であり、この二つの戦略をどちらも強調することは無効五5年、イギリスの政策であり続けた。1757年10月10日から17日まで、オーストリア軍の将軍で、 ハンガリー出身のハディク・アンドラーシュが、フザール戦術として、有名な戦闘の一つを遂行した。フリードリヒ2世が、南の方で進軍している中、ハディクが、突如フザールが大半を占める、軍勢5戦を率いて、プロイセン軍を迂回して、プロイセンの首都ベルリンの一部を、一晩の間占領した。ベルリン市は解放される時に20万ターラーを、支払った。 フリードリヒ2世はこの屈辱的な占領を知ると、軍勢を派遣して、ベルリンを解放しようとしたが、ハリクは、自軍と共に、ベルリンを離れ、無事オーストリア本軍と合流した。その後、ハリクは、大将に昇進した。1758年の初め、フリードリヒ2世は、モラビアに侵攻して、オルミュッツを包囲した。オーストリア軍が、ドームシュタットルの戦いで勝利して、 プロイセン軍補給部隊を奪取すると、フリードリヒ2世は、包囲を中止して、モラビアから撤退、移行大規模な、オーストリア領侵攻は起こらなかった。1758年1月、ロシア軍は、東プロイセン以降1762年までロシアは、東プロイセンを支配下に置いたが、フリードリヒ2世は、ロシア軍を直近な脅威とは見ず、まず、オーストリア軍を、 徹底的に撃破して和平を迫ろうとした。ザ・ジェントルマン、S マガジンに掲載された、クレイフェルトの戦いでの戦場付近の地図。4月、イギリスはフリードリヒ2世と花房広市協定を締結して、年67万ポンドの補助金をプロイセンに与えた。また、イギリスは大ピットの政策を変え、兵士急戦を増援としてフェルディナント率いるハノーファー軍に派遣した。 7年戦争中、イギリスが初めて大陸ヨーロッパに派兵したのは、この時であった。フェルディナントは、フランス軍をハノーファーとベストファーレンから追い出し、3月にエムデン港を再占領すると、ライン川を溶かした。彼は、迎撃に来たフランス軍をクレイフェルトの戦いで撃破し、一時デュッセルドルフも占領したが、フランスの巧みな行軍でライン川を渡って、撤退せざるを得なかった。 ここで、フリードリヒ二世は、ロシア軍の精神を有慮して東へ、進軍、七百五十八年八月二十五日に、オーデル川の東、ノイマルクにおいて、ソルンドルフの戦いを戦った。フリードリヒ二世率いるプロイセン軍三万五千と、ウィリアム・フェルマー率いるロシア軍四万三千と、戦いそれぞれ一万二千八百人と一万八千人と、両軍とも損害が甚大であったが、 ロシア軍が退却したため、フリードリヒ2世は勝利を宣言した。アメリカの歴史家、ダニエル・マーストーンは、ソルンドルフの戦いを引き分けとした。彼は両軍とも批判して二度と、お互いと戦いたくなかったことを、その判断の理由とした。9月26日のトルノーの戦いでは、スウェーデン軍がプロイセン機兵による6回の突撃を跳ね返し、その2日後のフェルベンの戦いで、 プロイセン軍を撤退させたが、スウェーデン軍はベルリンへ進撃しなかった。ホッホキルヒの戦い戦争はそのまま進展のないまま、推移したが、10月14日にダウン引いるオーストリア軍がザクセンでのホッホキルヒの戦いにおいて、プロイセン軍を奇襲した。フリードリヒ2世は多くの大砲を失ったが、周りの鬱蒼とした森林に助けられて、撤退に成功した。オーストリア軍は、 戦闘に勝利したものの、ザクセンにおける戦役で行き詰まり、ドレスデン攻撃が失敗した後は、オーストリア領まで退却して東映に入り、ザクセンがプロイセンの占領下に置かれたままとなった。同時期に、ロシア軍がボンメルンにおいて、コレベルク包位戦を完工したが失敗した。フランスでも1758年の戦役は制裁に欠けたものであり、これを見かねて、ショワズール港が、 外務大臣に任命された。彼は、イギリスとハノーファーに猛攻して1759年に、戦争を終わらそうとした。1759年はプロイセンにとって、敗北続きであった。海の戦いにおいて、ピョートル・サルトイコフ伯爵率いるロシア軍4万7千が、カール・ハインリッヒ・ホンベーデル将軍率いるプロイセン軍2万6千に勝利した。ハノーファー軍が民伝の戦いで、 フランス軍6万を撃破したものの、オーストリア軍のダウン元帥は、幕戦の戦いで、プロイセン軍1万3000を降伏させることに成功。フリードリヒ2世自身もクネルスドルフの戦いで軍の半分を失い、大位と自殺を考えるほどであった。この敗北は、ロシア軍がすでにゾルンドルフの戦いや、グロース・イエゲルスドルフの戦いで名声を上げたにも、かかわらず、フリードリヒ2世が、 ロシア軍を見くびったことと、ロシア軍とオーストリア軍がうまく連携したことに原因があった。幕戦の戦い1759年、フランスはイギリス進行計画を立て、ロワール加工で軍勢を集結させ、さらに、ブレストとトゥーロン艦隊を呼び寄せようとした。しかし、海戦における二つの敗北が進行を頓挫させた。8月、ラゴスの海戦において、 エドワード・ボス公園率いるイギリス艦隊が、ジャン・フランソワ・アドラ・クリューイコール・サブラン率いるフランスの地中海艦隊を、撃破、さらに11月20日のキブロン湾の海戦において、エドワード・ホーク率いるイギリス戦列艦23隻が、コンフラン・ハクシャク率いるフランスのブレスト艦隊に勝利、フランス艦の多くが沈没、打砲、座礁したことで、フランスの計画は、失敗に終わった。 リーグニッツの戦いクネルスドルフの戦い1760年もプロイセンにとって災難続きであった。オーストリア軍にはハインリヒアウグストドゥラモット風景率いるプロイセン軍がランデスフートの戦いで敗北。フランスにはマールブルクを占領され、スウェーデンにはポンベルンの一部を占領された。一方ハノーファー軍はバールブルクの戦いでフランス軍に勝利してフランスによる オーストリア軍への増援を阻止した。フランス軍と合流できなかったものの、ラウドン将軍率いるオーストリア軍は、グラーツを包囲、占領した。シュレージェン地方でのリーグニッツの戦いでは3倍。近くの敵数に対しフリードリヒ2世が、見事に勝利した。ピョートル・サルトイコフ率いるロシア軍とフランツ・モーリッツ、フォン・ラシー率いるオーストリア軍は10月に、プロイセンの首都ベルリンを占領し、 すぐに撤退したが、フリードリヒ2世の権威が大きく失墜した。フリードリヒ2世は年末にトルガウの戦いで再び勝利したが、自軍も大きな損害を被り、オーストリアは規律を保った退却に成功した。一方のロシア軍は、クネルスドルフの戦いの後、動きがほとんどがなかった。貧弱な補給線が原因であった。 ロシア軍の補給が悪くて1759年10月にはオーストリア軍の受品係がロシア軍の補給も担当するという協定が成立した。しかしオーストリア軍とロシア軍の両方を補給することがオーストリア軍の受品係の能力を超えてしまったため協定は実際にはほとんど役に立たずロシア軍は少量の補給しか受けられなかった。リーグつの戦いでは ロシア軍が遅れて、戦闘に参加できなかった。また1759年と1760年の2回、コルベルクを包囲したが、いずれも失敗し、この頑強な抵抗で、フリードリヒ2世は軍を分割せずに、オーストリア軍の対処に集中することができた。コルベルク包囲戦、スペインによるポルトガル侵攻も、参照1761年戦役が始まった。時点では、 プロイセン軍は残り10万人しかなく、しかも多くが新しく重簿された兵士だったため、もはや絶体絶命であるように見えた。しかし、オーストリア軍とロシア軍の損耗も大きく、大規模な侵攻ができなかった。2月、ボルフェンビュッテル講師フェルディナントは、ランゲンザルザの戦いで、フランス軍に奇襲して勝利すると、3月にカッセルを包囲した。しかし、フランス軍が再集結して、 グリューンベルクの戦いでハノーファー軍数千を捕虜にするとフェルディナントは包囲を解かざるを得なかった。またフィリングハウゼンの戦いではフェルディナント軍がフランス軍9万2千を撃破した。7年戦争中ポーランドリトアニア共和国におけるロシア軍の後軍、東部戦線は緩慢にしか進まなかった。ロシア軍はポーランドにある弾薬庫に大きく依存しプロイセン軍は 数度それを襲撃した。そのうち9月にプラーテン将軍が起こした襲撃ではロシア軍が2000を失いワゴン5000が破壊された。すでに人員不足が深刻になっている。プロイセン軍は奇襲攻撃で敵の進軍を死体させるしかなかったのであった。この努力にもかかわらず、プロイセン軍は1761年年末には2つの敗北を味わった。 ザハール・チェルヌイシェフとピョートルルミャンツェフ率いるロシア軍によるコルベルクの占領とオーストリア軍によるシュバイトニッツの占領であったコルベルク陥落の結果プロイセンはバルト海沿岸にある主要な港をすべて失ったロシア軍にとって平坦の問題は戦争を通して悩みの種でありロシア軍の追撃を阻んでいたがコルベルクを占領したことで回路からの補給という 新しい経路ができた。回路からの補給は陸路よりずっと早く安全であったため両軍の戦闘力のバランスがロシア側に大きく傾いた。そのためイギリスではプロイセンの総崩れが予想された。イギリスはプロイセンに和平交渉で妥協しなければ炎上金を打ち切ると脅かした。プロイセン軍が残り6万人まで目減りし、さらに ベルリン自体が包囲される可能性も高まったため、プロイセンの存亡が脅かされていた。しかし、1762年1月5日、ロシアのエリザベータ女帝が亡くなった。彼女の後を継いだ、ピョートル3世は、プロイセン B 期だったため、すぐさまに、ロシアの東プロイセンとポンメルン占領を解き、スウェーデンとの和平を仲介した。さらに、ロシア軍の一軍を、フリードリヒ2世に送り、 その指揮下に置いた、この出来事は、ブランデンブルクの奇跡として知られる、ロシアの援軍を得た、フリードリヒ二世は、総勢十二万の軍勢を、オーストリア軍との戦闘に集中させ、ザクセンの大半から追い出した。また、フリードリヒ二世の弟ハインリヒ王子が十月二十九日の、シュレ主ジ支ンにおけるフライベルクの戦いで、オーストリア軍に、勝利、さらにボルフェンビュッテル公使フェルディナント率いる、 ブラウンシュバイクの同盟軍は幼稚のゲッティンゲンを占領、またカッセルを包囲して落とした。1762年には2つの国が参戦した。1762年1月4日にイギリスがスペインに宣戦線復刻し、スペインも18日にイギリスに宣戦線復刻した。続いてポルトガルがイギリス側で参戦した。スペインはフランスの援助を得てポルトガルに侵攻し、 アルメーダを落とした。イギリスの増援の到着がスペインの進軍を鈍らせ、バレンシアでアルカンタラの戦いではイギリス・ポルトガル連合軍がスペインの補給拠点を占領した。スペインの進軍はイギリス・ポルトガル連合軍の守るアブランテスで止められた。やがてゲリラ戦と焦土作戦を行ったイギリス・ポルトガル連合軍が大きく消耗していた。 フランススペイン連合軍をスペインまで押し返し占領された街をほぼすべて奪い返した。この奪還された街の中には数多くの戦勝者と病人が置き去りにされていたカステロブランコにあるスペイン司令部も含まれていた。一方、フランスの港が長らくイギリスに海上を封鎖されたためフランスの士気は低下していた。ニューファンドランド植民地のシグナルヒルの戦いにおいて フランス軍が敗北した知らせが伝わると、フランスの士気がさらに低下した。フベルトゥスブルク条約、フベルトゥスブルク条約及びパリ条約も参照戦争の終幕が近づいてきた1763年には、中央ヨーロッパにおけるプロイセンとオーストリアの戦闘は完全に到着した。プロイセンはオーストリアから主ジエンを取り戻し、1762年に プロイセン軍がブルケルスドルフの戦いで勝利した以降はザクセンも首都ドレスデンを除いてプロイセンが確保した。プロイセンの財政状態は悪くはなかったがその領土は荒廃し軍も弱体化していた。兵士の人数が減り有能な士官や将軍を失った状態ではドレスデンに対する攻勢が不可能であった。新しくイギリス首相に就任したビュート博はプロイセンへの 援助金を打ち切り、ロシア皇帝ピョートル3世は、妻のエカチェリーナ2世に配位され、彼女はプロイセンとの同盟を終わらせて、戦争から手を引いた。オーストリアは、財政難で軍縮せざるを得ず、攻勢に出る力を失った。実際、7年間の戦争で、オーストリアの行政は混乱していた。1763年時点ではオーストリアはまだ、ドレスデン、ザクセン南東部、 そしてシュレージエン南方のグラーツ白領を維持していたが、ロシアの支援なくしては勝利の望みが薄く、マリア・テレジアはシュレージエン奪回をほとんど諦めた。1763年、フベルトゥスブルク条約で和平が成立し、グラーツがプロイセンに返還される代わりにプロイセンはザクセンから撤退、中央ヨーロッパにおける戦争を終わらせた。詳細はロシュフォール襲撃及び、 サンマロ襲撃を参照イギリスは、ロシュフォールへの吸収を計画、実行した。吸収の目的は、ロシュフォールへ侵略及びシャラント川で商船を燃やすことにあった。ジョン・モードンとが陸軍を、エドワード・ホークが海軍を指揮した。1757年9月8日に出港した、イギリスの遠征軍は、エクストを占領したが、躊躇しているうちに、時間だけが過ごし、 ロシュフォール攻撃のチャンスを失った。遠征軍はエクストを放棄10月1日にイギリスへ戻った。ダイピットの指導したイギリスは7年戦争を遂行してヨーロッパ一の植民地大国の地位を確定させた。ロシュフォール襲撃は戦術的には失敗、戦略的には成功とも失敗とも取れるがダイピットは このような非対称戦争といえる戦術に目的を見出し、襲撃を継続させた。次なる、遠征軍では、第三代マールバラ公爵とサックビル卿が陸軍を、リチャード・ハウが海軍と兵員輸送船を指揮した。遠征軍は1758年6月5日に、カンカル湾に上陸、サンマロに向かったが、占領に長期間の包囲が必要なことを知ると、代わりに、 近くのサンセルバン港を攻撃した。イギリス軍はそこで船を燃やし、死略船と、商船約80隻、及び建造中の戦艦4隻が被害にあった。フランスの救援軍が近づいてくると、遠征軍は引き上げた。ルアーブルド・グラースへの襲撃も計画されたが取り消され、艦隊は続いて、シェルブールに向かったものの、悪天候と補給の不足で、シェルブールへの襲撃も諦め、 遠征軍はフランス市役船への攻撃及びフランス海岸における寺院が成功したとしてイギリスへ戻った。ダイピットは今度はドイツへの派兵に乗り気になっていた。マール・バラコーとサックビルは襲撃を無駄と考えたためドイツ派遣軍に役職を得てさらなる襲撃には参加しなかった。代わりにすでに70代と高齢であったトマス・ブライが指揮官に任命されリチャード・ハウが補助を務めた。 今回の襲撃は、シェルブール襲撃で、最先のいいスタートを切った。艦隊の援護射撃の下、遠征軍は、上陸を阻止しようとしたフランス軍を追い払って、シェルブールを占領、その要塞、ドックと船舶を破壊した。遠征軍は撤収すると9月3日に、ブルターニュ地方のサンイコールルネールに上陸、サンマロへ進軍した。しかし、この行動は無謀であった。まず、 悪天候で陸軍と艦隊は別行動せざるを得なくなり、艦隊はより安全なサンイコールカスに向かい、一方陸軍は歩いて行軍した。ブライの指揮する行動がもたもたしているうちに、フランス軍一万がブレストから追いつき、慌てて撤収しようとしたイギリス陸軍に砲撃した。このサンイコールカスの戦いにおいて、デューリー率いるイギリス軍の後衛1400人が、フランス軍を足止めして、 残りの軍勢の撤収を成功させたが、その犠牲は大きかった。デューリー自身を含む750人が犠牲になり、残りは捕虜にされた。植民地における戦闘は主に、フランスイギリス間でインド、北、アメリカ、ヨーロッパ、カリブ海の当初、フィリピン、アフリカ海岸を舞台にして行われた。戦争が進行するにつれ、イギリスは広大な領土を占領。 フランスの勢力を徐々に参拝していった。イギリスは1756年に地中海のミノルカ島を失ったが1758年にフランスのセネガル植民地を占領した。イギリス海軍は砂糖を産出するフランスの植民地であったグアドループを1759年にマルティニーク島を1762年に占領。さらにスペインの植民地であった。 キューバのハバナとフィリピンのマニラを占領した。しかし、植民地の首都であった漁師の占領には成功したが、内陸への進撃では激しい抵抗にあい、フィリピンでは戦争の終わりにスペインに返還するまでマニラ周辺しか占領できなかった。詳細は、フレンチ・インディアン戦争を参照海戦前の状況を、イギリスの領土、要塞と集落フランスの領土、 要塞と集落カナダの7カ国は戦争中、フランスと同盟していた。これら7カ国は、ローレンシャン渓谷に住むアルゴン金属、アベナ貴族、ヒューロン族などの先住民であった。アルゴン金属と7カ国は、オハイオ川の渓谷の運命に関心がなかったが、イロコイ連邦の被害を受けていた。イロコイ連邦は、アルゴン金の領土に居つき、アルゴン金属をミシガン湖の西に追いやっていた。 そのため、アルゴン金属と七カ国は、色恋連邦と戦いたがった。ニューイングランド、ニューヨークと北西部の先住民は、各々参戦国と同盟した。アップステートニューヨークで主導権を握っていた。色恋連邦はイギリスに味方したが戦争には対して関わらなかった。1756年から1757年、フランスは、イギリスのオスイーコトリデとウィリアム・ヘンリートリデを、 占領した。特にウィリアム・ヘンリー・トリデではフランスに味方した先住民が降伏の条件を破り、フランス軍の警護下撤退していたイギリス軍を襲撃、兵士を虐殺したり、イギリス人を捕虜にしたりした。その間、フランス軍はイギリス人捕虜の保護を拒否した。また、1757年には、フランス海軍が増援を派遣して、ケープ・ブレトン島のルイブール要塞の守備に成功し、 ケベックへの回路を確保した。イギリス南部担当大臣のダイピットが1758年に植民地での戦闘に力を入れ、カルタヘナの海戦でフランスの増援を阻止したことで、ルイブール占領に成功し、またデュケーヌトリデとフロンテナックトリでも占領した。イギリスはアカディア人追放を継続、サンジャン島方面作戦、セントジョン川方面作戦、 プティクーディアク川方面作戦など大規模な作戦を次々と遂行した。しかし、カリオンの戦いでは、フランス軍4000に対しイギリス軍16000が敗北するという屈辱的な結果となった。1759年、イギリスのヌーベルフランスに対する作戦はすべて成功し、後に奇跡の年の一部となった。まず、ナイアガラトリデと、 カリオントリデが6月と7月に相次いでイギリスに降伏し植民地の境界が西へ移動された。ケベックを3ヶ月間包囲した後、ジェームズ・ウルフ将軍は場外のエイブラハム平原の戦いでフランス軍を破った。フランスは1760年春に反撃し、初めはサントフォアの戦いで勝利したが、ヌビユの海戦で敗北してイギリスに 政界権を握られたためケベックを再占領できず、モントリオールに撤退した。そして9月8日、数で大幅に上回られたフランス軍は、モントリオールで降伏した。ケベック近くのエイブラハム平原におけるウルフ将軍の死、1771年作、フランスとインディアンが敗北したことで、カナダの7カ国は戦争から手を引き、カナワク条約でイギリスと交和した。 条約では7カ国側が、モントリオール・オールバニカンの貿易を頻繁に行った、ため、カナダ・ニューヨーク間の無制限通行を許された。1762年、戦争の終わりが近づいたため、フランス軍は、ニューファンドランドのセント・ジョンズを攻撃した。成功した場合、交渉における、フランスの発言権が増すことになる。フランス軍は、セント・ジョンズを占領。 近くの集落に襲撃したが、やがて、シグナルヒルの戦いで、イギリス軍に敗北、ウィリアム・アマースト中佐に降伏することを余儀なくされた。イギリスは勝利したことで、北米東部全体を支配下に置いた。ハバナのモロジョへの砲撃、1762年来た、アメリカにおける7年戦争の歴史、特に、アカディア人追放、ケベック包囲戦、ウルフ将軍の死、 ウィリアム・ヘンリー・トリデの戦いは数多くの芸術を生み出した。他にも多くの地図や出版物があり、1759年のウルフ将軍の死の後でも、この戦争がイギリスと北米の大衆の心に長らく残ったことを証明した。スペイン・ポルトガル戦争及び第一次セバーイオス遠征へも参照1763年、ポルトガルはスペインから 南アメリカのネグロ川流域のほとんどを奪取したスペインのマットグロッソへの攻撃をグアポレ川で撃退した。1760、1763年のパリ条約ではスペインが占領したサクラメント植民地を返還することが定められたが、サンペドロの州と呼ばれる領土は1763年から1777年までの戦線布告なきスペインポルトガル戦争で、 ポルトガルに奪還された。戦争の結果、スペインは1764年以降に、チリ南部のバルディビア要塞軍を更新、強化した。その他、守備が脆弱なチロエ軍島、コンセプシオン、ファンフェルナンデス諸島、バルパライソはイギリスによる攻撃を見越して強化された。詳細は、第三次カーナティック戦争を参照インドにおいて、7年戦争の勃発は、 フランスとイギリスの東インド会社の間の長期間に渡る構想を再開させた。戦火はインド南部からベンガルまで蔓延し、ロバート・クライブ率いるイギリス軍はカルカッタをフランスと同盟したベンガル大使シラージュ・ウッタウラから奪い、さらに1757年のプラッシーの戦いで彼を敗位した。同年、イギリスはベンガルにあるフランスの植民地シャンデルナゴルを占領した。 南インドにおいて、フランスは、カッタロールを占領したものの、マドラス包囲戦は失敗し、さらに、イギリス軍の指揮官エア・クルトが七百六十年のバンディ・バッシュの戦いで、ラリー白尺に対し、決定的に勝利してきたサルカールを侵略した。七百六十一年、フランスの本拠地ポンディシェリーがイギリスに降伏し、カリカルやマケといった、小規模なフランス植民地も降伏したことで、 フランスのインドにおける勢力は消滅した。1758年、アメリカの商人トマス・カミングが強く推進したことで、ダイピットはサンルイのフランス植民地に遠征軍を派遣した。イギリスは5月にセネガルを占領をたやすく占領し、大量な戦利品を乗せて帰還した。遠征が成功したことダイピットはさらに5れ、島遠征とガンビア遠征を計画、成功させた。 貴重な植民地が失われたことで、フランスの経済は大打撃を受けた。イギリスとフランスの間の戦闘は1763年のパリ条約で終結した。条約は複雑な領土交換を定め、そのうち一番影響が大きいのはフランスがルージアナをスペインに、それ以外のヌーベルフランスの領土をサンピエール島及びミクロン島を除いて全てイギリスに割譲したことであった。 フランスには、ヌーベルフランス化、カリブ海のグアドループとマルティニークを主中に残す選択肢が与えられたが、最終的には砂糖を産出する校舎を選び、ヌーベルフランスを非生産的で維持コストの高い植民地として切り捨てた。フランスはまた、ミノルカ島をイギリスに返還した。スペインは、フロリダをイギリスに奪われたが、フランスから、イルドルレアントミシシッピ川より西側にある、 フランス領すべてを得た。イギリスはすでにいくつかのカリブ海の島を領有しており、砂糖に事とか,かなかったためヌーベルフランスとの交換に応じた。しかもヌーベルフランスとフロリーダを併合したことでイギリスはミシシッピ川より東側の北アメリカをすべて支配下に置いたため、この領土交換はイギリスを降りするものであった。1760年7月31日の バールブルクの戦いの再現、2009年撮影。インドにおいてはイギリスが来たサルカールを保持したが、フランスの公益地はすべて返還した。しかし、条約では、フランス公益地の要塞をすべて破壊することと、その再建の禁止が定められており、中流軍も最低限しか認めず、軍事基地としては無価値となった。さらに、フランスに同盟したベンガル大使が廃備され、 ニザーム王国もイギリスに寝返ったため、フランスはインドにおける勢力をほとんど失い、イギリスがインドにおける主導権を握り、やがてインドは大陸全体を支配下に置く結果となった。フランス海軍も戦争で大損害を被り、スペイン、ビュート博が主導した和訳は、大ピットのそれより、はるかに寛大であったが、これはフランスから領土を割用させすぎると、 イギリスが全ヨーロッパからの嫉妬と敵意を一心に受けることになり、そうならずに和平が続くためには、情報が必要というビュート博の考えであった。しかし、ショワズールは当初から長続きする和平をするつもりがなく、アメリカ独立戦争中に、フランスがイギリスに宣戦線布告した時にはイギリスは、やはり同盟国がなかった。フランスでは、敗北が軍政改革の弾みとなり、 砲兵に重点を置いた改革が行われた。後のフランス革命戦争やナポレオン戦争で、称えられた砲兵システムのグリーボーバルシステムは、この1763年の改革を起源とする、ものである。オーストリアプロイセンザク戦艦の和役は1762年12月31日に、ドレスデンとライプツィヒの間にあるカリゴーヤで交渉が、始まり、 1763年2月15日に正式に締結された。フリードリヒ2世は、ピョートル3世が、ザクセンの確保を援助した場合、東プロイセンを割上するつもりだったが、それがなかったため、ロシアを和訳から除外することを強く要求した。また同時に、ザクセン選定校、フリードリヒアウグスト2世が、賠償金を放棄するまで、 プロイセン軍をザクセンから撤退することを拒否した。オーストリアは1760年に占領した。グラーツだけでも維持を試みたが、フリードリヒ2世は拒否した。結局、条約は1748年の現状を回復することだけ定め、シュレージエント・グラーツはプロイセンへ、ザクセンはフリードリヒ・アウグスト2世へ返還された。フリードリヒ2世がした情報は、皇帝選挙の時、 ヨーゼフ大公に投票することだけだった。オーストリアは、シュレージエンの奪回に失敗したが、プロイセンの作戦侵略は不正だ。さらに、オーストリア軍の戦闘における実績はオーストリア、継承戦争のそれを遥かに上回り、マリア・テレジアの行政と軍政改革の成功を証明した。そのため、オーストリアはその一心、ひいては帝国のヨーロッパにおける発言権を取り戻した。また、 フリードリヒ2世がヨーゼフ2世への投票を約束したことは、ハプスブルク家の神聖ローマ帝国における優越を認める結果となった。しかし、プロイセンがヨーロッパ列強として生き残り、フリードリヒ2世とプロイセン軍の威信が大いに高められたことは、長期的にはオーストリアのドイツにおける影響力を低下させた。それだけでなく、オーストリアは、 帝国内の情勢から取り残された。ロシアの勢力の拡大のほかザクセン選抵抗フリードリヒアウグスト2世は、ポーランド王も兼ねたため、非効率ながらも、ザクセンとポーランドの両方から軍を編成することが、できた。またバイエルンも、勢力を回復させ独自に動き始め、オーストリアに影響されずに独自に軍勢への展開と、撤収ができた。さらに、 敵国と化したハノーファーがイギリスとの同訓連合により大国になりイギリスを将来の争いに巻き込んだ。戦争はまたマリア・テレジアの改革がプロイセンと対抗するにはまだまだ力不足であったことを示し、しかもプロイセンと違い、オーストリアは戦争の終わりにはほとんど財政破綻に近い状態にあった。そのためマリア・テレジアは終戦後20年間、 行政改革に専念した。プロイセンは戦争の勝利で大国と化し、その地位に挑戦できる者はいなかった。イギリスの財政援助と教運がすぐに忘れられ、勢力的な行動と軍事上の再核のみが、人々の記憶に残ったことで、フリードリヒ2世自身の意向も大きくました。7年戦争はプロイセンが大国化した契機であったが、同時にプロイセン軍の消耗も大きかった。 プロイセンの領土と住民は蹂躙されたが、フリードリヒ2世の徹底的な農地改革と移民の奨励で解決された。しかし、戦争で多くの兵士と有能な召喚が失われ、フリードリヒ2世は戦後にプロイセン軍を戦前と同程度までに再建することはできなかった。1779年のバイエルン継承戦争では、フリードリヒ2世が申請したにもかかわらず、 プロイセン軍の動きは制裁のかけるものであった。1792年から1795年までのフランス革命戦争でもフランス軍に対し成果を上げられず、1806年のイエナ・アウエル・シュタットの戦いで全滅する結果となった。結局、プロイセン政府が改革に踏み切ったのは1806年以降、イエナでの災難から回復するためであり、 それが19世紀末のプロイセンの花々しい勝利をもたらした。いずれにせよ、これらはすべて後世の話であり、1763年の直後の時点では、諸国が士官をプロイセンに送り、その軍事力の秘密を学ぼうとした。7年戦争の後、プロイセンはヨーロッパにおいて一番を多く模倣された国であった。ロシアは戦争からフランスのポーランドにおける、 影響力の排除という無形の利益を得た。このため、1772年の第一次、ポーランド分割は、ロシアとプロイセンが主導したものであり、オーストリアは嫌々ながらも参加、フランスは完全に無視された。戦争は引き分けに終わったものの、ロシア帝国軍がプロイセン軍に対し検討したことは、ロシアの評判を上げた。アメリカの歴史家、デイビッド・ストーンは、ロシア軍が、 プロイセン軍に直接回戦を挑むことができ、血なまぐさい一斉射撃を何度受けても、たじろぐこともないと評し、また、ロシアの将軍の才能が真摯していたにもかかわらず、ロシア軍が決定的に敗北したことがないことを指摘した。ロシア軍は、戦場でプロイセン軍を数度撃破したが、兵站の整備に欠けたため戦火を確保することができなかった。そのため、プロイセンが生き延びた理由は、 戦上手というより、ロシア軍の補給線が弱かったことが主であろう。いずれにせよ、ロシア軍が、召喚の手腕の差に関わらず、第一戦のヨーロッパ軍を敵地で勝利したことは、ロシアの地位を向上させた。長続きした影響の一つとしては、ロシア軍に平坦という弱点を気づかせ、ロシア軍の受品が改革をもたらしたことがある。この改革で、 効果的な兵艦システムが作り上げられ、ロシア軍は1787年から1792年までのロト戦争においてバルカン半島に進軍することができ、フランス革命戦争の1798年から1799年までのイタリアとスイス戦役においてアレクサンドルスボーロフの勝利に一役買い、さらに1813年から1814年の 第六次大仏大同盟でドイツとフランスを進軍してパリに進攻することができたといった成果をもたらした。イギリス政府も財政難にあえぎ、しかも新しく支配下に置いたフランス系カナダ人とフランスに味方したインディアンの鎮圧という難題に直面していた。1763年、五大湖地方と北西部においてインディアンが反乱を起こし、ポンティアック戦争が勃発した。 オタワ族のポンティアック州長が反乱を率いたとされ、インディアンがフランス勢力の体調に不満を感じたことが原因であった。インディアンはフランス人の毛皮商人と長らく交易していたが、フランスが敗戦してアメリカの植民地をイギリスに割上したため代わって、イギリス系アメリカ人の毛皮商人と交易した。しかし、インディアンたちは、 イギリス系の商人に毛皮を売るときに騙されたと激怒した。さらに、インディアンたちは貿易だけが目的のフランスと違って、イギリスの支配下に置かれると入植者がインディアンを追い出すことを危惧していた。ポンティアック戦争はイギリスが一時的に1763年が半分経過した頃には、イギリスはデトロイトトリデ、ナイアガラトリデ、ピットトリデを維持するのみとなり、 残りの要塞はすべてインディアンに占領された。プッシーランの戦いでの勝利のみが、イギリスの五大古地方における総崩れを防いだので、あった。ジョージ3世の1763年宣言は、植民地人に対して、アパラチア山脈の西側で入植を禁じたもので、その目的は、インディアンとの関係を安定させることにあったが、インディアンの土地のダッシュに、 積極的な13植民地の植民地人の憤りを募らせてしまった。同じくフランス系カナダ人との関係の安定化を目的としたケベック法も入植者の怒りを買った。同法がカトリック信仰とフランス語を守ったためアメリカの入植者を怒らせたが、ケベック人たちはアメリカ独立戦争を通して反乱を起こさずイギリスに止まった。戦争はまた、 アウクスブルク同盟以来のヨーロッパにおけるイギリスを中心とするハンブルボン家の枠組みを終わらせた。戦後、サンドウィッチ伯爵はこのシステムを再建しようとしたが、列強間の同盟に打ち勝ったことでイギリスは、オーストリア、オランダ、スウェーデン、デンマークノルウェー、オスマン帝国、ロシアなどヨーロッパ諸国にフランスより強い脅威であるとみなされ、プロイセンも1762年に、 イギリスが単独講和に走ったことを裏切りとみなし、イギリスとの同盟に参加した国はなかった。そのため、アメリカ独立戦争が国際戦争になった1778年から1783年までの間、イギリスはヨーロッパ諸国の大同盟との戦いに直面し、主な同盟国は誰もいなかった。ありがとうございます。